皆さん、こんにちは。芸能界で活動をする上で最も罪が重く軽蔑される犯罪、性犯罪。今回は性犯罪を犯した芸能人、有名人をご紹介します。最近話題のあの芸能人もご紹介するので、ぜひ最後までご視聴ください。1. 名倉潤。最初にご紹介するのはお笑いトリオネプチューンの名倉潤さんです。生年月日1968年11月4日生まれ、兵庫県姫路市。身長170センチメートル。配偶者渡辺満里奈、兄弟姉妹名倉義友。過去に性犯罪的な容疑がかけられたことがあります。番組関係者、プロデューサーなどと六本木のクラブへ訪れ、そこで気に入ったホステスを後日ジャグジーなどがある高級カラオケ店にて同様の関係者と遊んでいる際に前述のホステスを呼び出し、注文していた野菜スティックで女性の局部をもてあそび、女性が医師の診断書とともに訴え書類送検との噂があるそうです。 2. 草薙剛。続いてご紹介するのは元ジャニーズアイドル、スマップ、俳優、歌手の草薙剛さんです。生年月日1974年7月9日生まれ、愛媛県西予市。身長170センチメートル。活動期間1987年。職業俳優、歌手、司会。2009年4月23日午前3時頃、東京都港区の檜町公園で酔っ払いが騒いでいると近隣住民より通報を受けた警察官が現場へ向かうと、泥酔して全裸の草薙さんがおり、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕されました。本人は当時の記憶が全くないと謝罪会見を開きました。 3. 東国原英夫。続いてご紹介するのはお笑いタレント、政治家の東国原英夫さんです。生年月日1957年9月16日生まれ、宮崎県都城市。身長174センチメートル。配偶者東国原遥、加藤和子、片平夏樹。旧東京都内のイメージクラブ店が未成年の従業員を使っていたことで児童福祉法違反並びに東京都の青少年健全育成条例違反の容疑で経営者が逮捕されました。事情聴取を数回受けましたが、18歳未満とは知らなかったと釈明しました。マスコミでは淫行事件として大々的に報道されました。 4. 山本圭一。続いてご紹介するのはお笑いコンビ極楽とんぼの山本圭一さんです。生年月日1968年2月23日生まれ、東京都。身長168センチメートル。配偶者未婚、相方加藤浩次。2006年に吉本興業を解雇され、2015年に復帰してからはフリーとして活動していましたが、2016年11月20日付で再び吉本興業に所属しています。2006年7月17日、7月16日深夜に10代の少女に対して飲酒行為と性的暴行に及んだとして、少女が被害届を北海道警察函館西署に提出しました。吉本興業から専属マネジメント契約の解除を通告されました。 5. 桜塚やっくん。続いてご紹介するのはピン芸人桜塚やっくんです。生年月日1976年9月24日生まれ、神奈川県横浜市鶴見区。コンビ名暴れヌンチャク。相方竹内康介。エンタの神様プロデューサーの提案もあり、桜塚やっくんと改名し大ブレイクを果たしました。2013年10月5日山口県美祢市東厚村町の中国自動車道下り線伊佐パーキングエリア付近で交通事故に遭い亡くなりました。2011年3月24日準強姦容疑で書類送検されたと報じられ、ブログにて事実無根の内容が一部報道されているとし、今後一切僕が逮捕されることや起訴されることもありませんと述べました。6. 高橋健一。
続いてご紹介するのは、元お笑いコンビキングオブコメディ高橋健一さんです。生年月日1971年3月30日生まれ、東京都大田区、配偶者独身、コンビ名キングオブコメディ、相方今野弘樹。2015年12月26日午後、同年4月25日に東京都内の高校に侵入して、女子高生の制服や体操服など24点を盗んだとして窃盗及び建造物侵入の容疑で警視庁に逮捕されました。20年前から同様の行為をしていたと供述し、自宅からは制服など約600点が押収されました。1年間に6件25人分の制服等182点約77万相当の窃盗を行った罪で、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決となりました。7、高畑雄太。続いてご紹介するのは、俳優・演出家の高畑雄太さんです。生年月日1993年9月13日生まれ、東京都、身長181センチメートル、両親高畑厚子、大谷亮介。2015年連続テレビ小説マレ出演で知名度を上げ、天然キャラと評されてバラエティ番組に出演する機会も増えていた高畑雄太さん。しかし2016年8月23日映画の撮影のために滞在していた前橋市内にあるビジネスホテルの女性従業員に性的暴行を加えたとして、強姦致傷容疑で群馬県警に逮捕されました。前橋地方検察庁は、高畑と被害者側の間で9日までに示談が成立したとして、高畑雄太さんを不起訴処分としました。8、狩野英孝。続いてご紹介するのは、お笑い芸人の狩野英孝さんです。生年月日1982年2月22日生まれ、栗駒町、身長175センチメートル。2009年には来年にはイカツヤと呼ばれ、冷えていそうな芸人にランクインし、キャラを確立させブレイクした狩野英孝さん。2017年1月20日発売のフライデーにて、当時17歳のアイドルとの交際疑惑が掲載されました。この件に関して東京都内で謝罪会見を開き、その後の芸能活動を当面自粛することとなりました。9、日村勇紀。続いてご紹介するのは、お笑いコンビバナナマン日村勇紀さんです。生年月日1972年5月14日生まれ、黒瀬町、身長172センチメートル、配偶者神田真中。2018年から2008年12月31日から2009年1月3日までの出演数が19番組と、最も出演番組が多い芸人だったことでも知られている人気芸人です。バナナマンの日村勇紀さんが16歳の少女と淫行したとフライデーで報じられました。16歳少女との淫行、証拠写真、今でも許せないという被害女性が衝撃告発という記事が掲載されました。10、板尾いつじ。続いてご紹介するのは、お笑いコンビ 130R、 お笑いタレント俳優の板尾いつじさんです。生年月日1963年7月18日生まれ、大阪府富田林市、配偶者既婚、相方香港。テレビドラマや映画、舞台など俳優としても活動している板尾いつじさん。1994年に18歳未満の少女と淫行をしたとして、青少年保護条例違反容疑で逮捕され、罰金30万円の刑を受けました。相手の少女が別件で補導された際に板尾との関係を切り出し、18歳以上であると偽って交渉したことが明らかになりました。11、内柴雅人。続いてご紹介するのは、柔道家の内柴雅人さんです。生年月日1978年6月17日生まれ、熊本県甲子市、身長157センチメートル、体重66キログラム、学歴国士舘大学、両親
内柴美佐子、内柴隆、アテネオリンピック、北京オリンピック、柔道男子金メダルリストとして活躍していました。内柴コーチが関係者と飲食店やカラオケボックスで、19歳だった女子部員 A へ酒を飲ませ、ぐったりして一切動きのない状態であり、ほとんど意識のない状態の A を背中に担いで、ホテルの部屋に戻り二人きりになった際に性行為を行ったそうです。11、山口達也。続いてご紹介するのは、元ジャニーズアイドル、TOKIO、実業家の山口達也さんです。生年月日、1972年1月10日、生まれ、埼玉県草加市、身長、167センチメートル、配偶者、山口優子、映画、カンフーパンダ、ザッツ、カンニング、史上最大の作戦、国分太一さん、松岡昌宏さん、長瀬智也さんのグループ加入を経て、TOKIO として、Love You Only で CD デビューした山口達也さん、TOKIO からの脱退及びジャニーズ事務所との契約の解除されました。未成年の女子に無理やりキスをするなどの行為を行いました。事件の内容から重度のアル中であることも発覚して問題となりました。山口が TOKIO に辞表を提出して脱退を申し出たことを城島茂が明かしました。12、小出圭介。続いてご紹介するのは、俳優の小出圭介さんです。生年月日、1984年2月20日。生まれ、東京都港区。身長、175センチメートル。映画、僕の彼女はサイボーグ、恋空、シン・ゴジラ、愚行録、オーディション情報誌、月刊 DE、ビューの、市場オーディションに応募して写真が掲載されたことで、アミューズに所属した小出圭介さん、フライデーで17歳の女子高校生との飲酒及び不適切な関係を持ったことが報じられました。相手の女性側とは、同年6月10日に示談が成立したことを発表しました。大阪府青少年健全育成条例違反の疑いにより書類送検されました。13、永井秀和。続いてご紹介するのは、お笑い芸人の永井秀和さんです。生年月日、1970年1月3日。生まれ、東京都武蔵村山市。身長、170センチメートル。配偶者、みなこながい。2008年、事務所、タイタン、永井といえば、間違いない、の決め台詞が有名ですね。2007年5月下旬、フィリピン滞在中に、17歳の少女にわいせつな行為をしたとして、現地の警察を名乗る男数人に身柄を拘束されました。掛川信用金庫及び島田信用金庫に合わせて、約1100万円を振り込み、解放されたそうですが、所属事務所によれば永井には非はなく詐欺の被害者だったそうです。13、新井博文。続いてご紹介するのは、俳優の新井博文さんです。生年月日、1979年1月18日。生まれ、青森県弘前市。身長、181センチメートル。2001年、映画、GO!でデビューを果たした新井博文さん。2018年7月1日に自宅で、派遣マッサージ店の女性従業員へ暴行を働いたとして、新井を強制性交の容疑で逮捕しました。逮捕前までの出演作が130本近くあるなど、多岐にわたり活躍していたことから影響はかなりのものでした。NHK は新井が出演していた、真田丸、トットテレビ、などの配信を停止しました。14、松本人志。松本人志さんは1963年9月8日生まれです。日本のお笑い芸人、漫才師、作家、作詞家、俳優、司会者であり、皆さんの知っている通りお笑いコンビ、ダウンタウンのボケ担当です。現在、週刊文春で、性加害疑惑が報じられ、波紋が広がっています。記事によれば、時期は8年前の2015年、お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢和弘さんに女性を集めさせ、東京・六本木の超高級ホテルで飲み会を開催。松本さんらは、ゲームと称して、キスなどの性的な行為を全裸で参加女性に迫ったといいます。
松本さんが所属する吉本興業は2023年12月27日、公式サイトに声明を発表。当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものと報道を全面的に否定。続けて新幹線内で執拗に質問撮影を継続するといった取材対応を含め厳重に抗議し、今後法的措置を検討していく予定と松本さんの性加害疑惑を報じた。週刊文春と争う意向を示しました。今後さらなる波乱を呼びそうです。いかがでしたか？今回は性犯罪を犯した芸能人、有名人をご紹介しました。やはり性犯罪の加害者になった人は芸能界から去っている人が多いですね。とても罪が重く、世間的にも軽蔑されることがわかります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。